前は窓へ進む。奴はこの俺が相手をする。あれはジョンガリエのスタンド。しかし奴の攻撃は夢だったはず。くらえ。まさかまだ夢を。違う、これは現実だ。時を止まる。敵は二人いた。俺とジョリーンに夢を見させ、しかもその夢の中に現実のジョンガリエのスタンドを登場させていた。全ては準備されていたのだ。俺が娘をかばい、選択の余地なく絶対に時を止める、この瞬間のために。目的はこの俺だった。時が動き出す。ジョリーン。遅かったな、空城城太郎。待っていたぞ、この時を。すでにできていたな。いいぞ、無敵のお前から手に入れたかったものはもらったぞ。これがホワイトスネークの能力。